今日はですね、憧れの豊島港、釣り場のガイドを、紹介をしようかなということで、東京竹芝桟橋から、ジェットホイール、高速ジェット船で、約2時間半、かかって、大島からは30分ぐらいなんですけど、到着しましたので、まあ、釣り場、実際の釣り場とどういう、まあ、港が中心ですけどね、豊島港と豊島桟橋。というところで、これから、日帰りなのでのんびりできないので、釣り場を紹介しようと思います。ここが、豊島唯一のなんか、農協みたいです。ここで食材を今手に入れました。いやー、1軒しかないのびっくりしました。他の食堂は平日はほとんど予約入れない限り休業らしいです。疲れました。ここまで約12、3分かかったが、上り坂なんで結構疲れましたね。じゃあこれから港行きます。ここが、豊島港の赤灯台堤防のほぼ先端ですね。潮通し良さそうで、さっき25センチ弱かな、シマアジ釣れてましたね。釣り方は、カゴ釣り、海面から棚は3メーターぐらいだとか言ってましたね。向こうの堤防はまだ工事延長、拡張工事中って感じですね。今日はいい天気で投げです。あとで、もうちょっとしたら水深チェックしてみたいと思います。ここはもうテトラです。この堤防のですね、一番深いところはなんと赤灯台の先端ではなくて、あそこの黄色い塔の、横に出たこの堤防の先端あたりが16メーター前後、その手前15ですから、ここら辺が一番深いですね。こっちはね、もう13、12、ここで今やったのが11メーターですから、意外に先端よりも深いところがある。やってみないと分かんないですけどね。さっきの籠釣りのおじさんはシマアジ釣ってましたよね。この時期だと、まあ、あと青物、シマアジの他にはイナダとかソウダガツオ混じってくるんじゃないかなと。釣り人がやっぱ平日なんで少ないですね。向こうが、豊島桟橋、まだ時間あるんで向こうまで歩いて豊島桟橋の方もチェックしたいと思います。豊島港が右側ですね。でテトラがとこう沖テトラ、入ってまして、で左側の方行くと豊島桟橋、これからちょっと豊島桟橋の方行ってみたいと思いますけど、なんか港はまだ延長工事、今右側の方の向こうも奥をやってますけど、また数年するとこっち左側の方も、計画は何年続くかわからないというか、逐一少しずつ伸びてるというか、伸ばす計画があるようです。正確には役場に確認しないとわかんないですね。ということです。でちょっと桟橋の方行ってみます。ここが豊島桟橋の付け根ですね。テトラが入り込んだりなんかして、まっすぐの一本の、桟橋です。でも高速ジェット船は向こうの豊島港に着きますからね。どうなんでしょうか、風向きだとかそこら辺で着岸が変わるのかどうかちょっとわからないですけどね。ちょっと行ってみます。外側はやっぱりテトラが入ってるんで、ちょっと水深チェックは無理ですね。幅広です。結構釣り座は安定してる感じですね。豊島桟橋の先端です。水深はですね、20メーター、足下で20メーターぐらい、19から20メーターぐらいあります。向こうの釣り人はカゴ釣りでシマアジを狙っているということで、今ちょっと前までいた、ルアーで、メタルジグで狙った人はこの時期はカンパチの 2,3 キロがヒットするというふうに言っておりました。すごい場所ですね、やっぱりね。さすが伊豆諸島です。いや、暑くなってきました。今1時7分ぐらい、
2時には、待合所に、向こうにある待合所に、乗船待合所に行かないといけないので、いやいい天気です。向こうに見えるのが大島ですね。いい投げです。校内の防波堤の建設工事は平成30年、来年ですねの2月28日まで、続けられるんですね。いい天気に恵まれました。ちょっとまた風はいやいや吹いてますけど、まあ高速ジェット船なので、いい天気の日に無事撮影取材完了しましたね。良かったです。なんか発泡発チロールの中に魚を入れてなんか浮かんでますね。ここら辺でね、水深 5,6 メーターありますね。そこ見えてますけど、いやいい天気に恵まれました。良かったです。9月10月は島味カンパチ、防波堤から堤防先端付近の潮通しのいいとこから狙えるみたいですね。いやすごいところでした。実際は釣りはできてないんですけどね、取材と撮影はできました。良かったです。2時35分の帰りの船着きました。これから竹芝桟橋まで2時間近くかけて、1時間ちょいか、入ります。